ご視聴ありがとうございます。本日は、同級生2の本編の攻略を見ていただきます。よろしくお願いいたします。行ってらっしゃい、龍之介くん。行ってきます、美佐子さん。本編になると、このマップを自由に動くことができるんだな。そうですね。いろんなところに行って、女の子に会って、イベントを発生させたりします。で、今回はどの女の子と仲良くなるんだ。実は同級生にっていうタイトルですが、今回は年上の女性とのお付き合いを目指します。そうなんだな。エピローグ編に出てきていないんだな。はい、出ていません。今回が初めてになります。お、学校が見えるな。そして、こんな森の中にも入ることができます。2000円ゲットだな。端っこあたりに行くと、こんな風にお金をゲットできる時があります。そして、家の南東にある保育園に来たぜ。見たことある後ろ姿ね。ああ、愛だ。これが愛なんだ。このときめきが、ただ、たまらん。変わった人だと思っていたが、本当に変わったな。なんだ、龍之介じゃないか。誰が変態教師だって？なんだと？誰がいたずらなんかするか？ドリコンだと？外が騒がしいわね。誰か喧嘩してるのかしら？あ、まずい。やっていることは、天道先生と変わらないな。ヒロシ君、泣かないで。色が変でごめんなさい。あと少しで治るので、お待ちください。保育園は、明日でおしまいなの。来年になったら、また来ましょうね。ここでうつむし六滝を直しています。結構苦労しました。色を元に戻すのも。うちにいても楽しいことはいっぱいあるわよ。24日になればクリスマスじゃない。パパとママがお家にいなくても、サンタさんがちゃんと来てくれるから。いるわよ、サンタさんは。あ、それは。天道先生、一目惚れだったんだな。きっとそうよね。こんな可愛い保母さんだもん。いるわよ、ヒロシ君。ええ、サンタさんにお願いすれば。パパかママにお願いすれば、きっとサンタさんに伝えてくれるわ。確かにかわいそうだな。だから天道先生と一緒だよ。これはとりあえず逃げないとね。そして阿蘇駅に。なんだ、この人は。私の名前は怒りのボツ子よ。よくも私をボツにしてくれたわね。私をのけものにしたらどうなるか、思い知らせてやるわ。
この世界のバランスを私の変態パワーに壊してやる。すごい人だったね。次会ったらどうなっているんだろうな。そして次の日、また保育園に行ったぜ。ゆえちゃん、声がない時もあるみたい。この日記帳はセーブする際に必要で、枚数によってセーブがその分たくさんできるようになっています。同時攻略のサイトが必要になっているので、イベントで日記帳をゲットしたいよね。そしてまた天道先生を発見。ああ、この気持ちを彼女に伝えなければ。ぎょっ、こら、なんてこと言うんだ。思ったら俺は変質者じゃない。声がでかい。俺はやだ、また誰か喧嘩してるわ。ゲク、警察を呼んだ方がいいかしら。まずい。変質者が天道先生から龍之介くんに変わりましたね。旗から見たらそうだろうな。ひろしくん、泣かないで。また泣いているのか。明日から保育園はお休みなの。お友達も明日から保育園に来ないのよ。ね、先生の言うことを聞いて。ひろしくん、合わせて話を進めていきます。先生だって明日から来ないのよ。ひろしくん、わかったわ。先生がひろしくんのパパとママに話してみる。本当よ、先生からお願いしてみるから。本当に優しい保護さんだな。こんな優しい保護さんなら毎日来たくなる気持ちもわかるね。おまわりさん、こいつです。許してあげて、マリアさん。明日からお休みですからね。いい子ね、ひろしくんは。そろそろ園児さんたちにも顔を覚えられているかもな。同じ日、また保育園に来ました。ここでイベント発生するんだな。皆さんも風邪をひかないようにね。保育園も終わりみたいね。すっごい混ぜた、いや大人な園児さんがいるな。ちなみに、園児さんでも霊夢バリア発動です。そんなことを言っている場合じゃないぞ。大丈夫かな。大丈夫ですか。しっかり。気がついたわ。ここは花園保育園の前です。よかった、大丈夫だったみたいだね。はい、そうです。私は花園保育園の保母で安田あずみって言います。あの、どうもありがとうございました。助けてくれたんです、あなたがさゆりちゃんを。
謎の保育園の園児をトラックから救ってくれたんです。記憶がぶっ飛んでいたみたいね。本当にありがとうございました。膝を少しすりむいただけで済みました。あなたがあの子を抱きかかえてくれなかったら今頃どうなっていたか。本当にありがとうございます。帽子とコートが同じ色でよく似合っているな。リボンもそうだし、おしゃれさんだね。勇気があるんですね。え？トラックとあなたの隙間、5ミリぐらいしかなかったんですよ。ほとんどぶつかる寸前に、あなたがさゆりちゃんを抱きかかえて。本当に何事もなくてよかったね。あなたがさゆりちゃんを抱きかかえたまま、向こう側のガードレールにぶつかって。たんこぶって、病院に検査に行かないといけないね。あの、よろしければ連絡先を教えていただきたいのです。後日、さゆりちゃんのご両親と一緒に伺わせてもらいます。連絡先を聞いておかないと、私がさゆりちゃんのご両親に怒られてしまいますか。何かお礼をさせてもらわないと、私の気が済みません。そんな、何かさせてく…あなたはさゆりちゃんの命の恩人。はい、何でもおっしゃってください。なんていう選択肢だ。もちろんスルーで。はい、何でも言ってください。ここの選択肢は喫茶店を選びます。健全な男子ならホテル一択だろ。何言っているのマリサ、初対面の人に。もちろんで冗談だぜ。そういうのは本当ですか。八十八町のことまだよくわからないんです。この保育園で働き始めたのもつい最近のことですから。そう言われてみれば、あの、危ない店じゃない。店の中で変なショーやってるとか、ゲーム賭博をし、いつの時代も喫茶店なんだ。ごめんなさい、私ってし、わかりました。じゃあ喫茶店にお邪魔します。やっとわかってくれたみたいでよかったです。あの、本当にご自宅が喫茶店なんです。本当の、もしかしたら男性に対して何かあるのかな。はい、それなら。ここが、聞けない。まだお名前もお聞きしてなかった。龍之介さん、ここが龍之介さんのお家なんですか。はい、今のと。でも窓が大きくて健康的な喫茶店ですね。いらっしゃいませ。わあ、かわいい。連れのお客様のことを言ったの。やだ。こんにちは、あずみさん。私は龍之介くんと一緒に住んでいる。一緒に住んでる。後の説明は龍之介くんに任せたわ。じゃあオレンジジュース。龍之介くん、こんな可愛い子とどうやって知り合ったの。オレンジジュースはすぐにできるから。あの、どこに座りましょう。どこに座りますか。素敵な喫茶店ですね。なんかアットホームな感じがして、こういうお店って好きです。気に入ってもらえてよかったです。はい、真正面から見たら本当にリボンがよくお似合いだな。綺麗な人ですね。美佐子さんです。私、そういうこと。本当に男性不信なのかな。本当にありがとうございました。
龍之介さんのおかげです。ねえ、大好きです。あ、ひろし君の家に電話しないと。ご両親、私の話を聞いてくれるかしら。ごめんなさい、わけのわからない話をして。龍之介さんは子供の頃サンタさんがいるって信じてましたか？その子、サンタなんかいないって言うんです。ダメです、子供がサンタさんを信じられないなんて。それにクリスマスの夜に一人ぼっちでなんてかわいそうすぎます。ひろし君、また保育園に来るつもりかしら。去年のクリスマスの夜、一人で保育園に来ちゃったんです。きっとひろし君、サンタさんが自分のところに来るようにマリア様にお願いしてたんだわ。ここのコメントは結構大事ですね。そうなんだな、あずみさん攻略必須なんだな。この選択肢を選ぶと絶対に嫌われそうですね。ごめんなさい、仕事の話をして。どんな仕事でも大変だと思います。お待たせしました。あ、すいません。ごゆっくりどうぞ。あ、はい。そうですね、あんな目にあったからついてないと思いますけど。龍之介さんは日記をつけてるね。人は見かけによらない。失礼っているかもだが失礼だな。美味しそうなオレンジジュースね。そうだな、行って飲んでみたいよな。何もなければ私は。ええ、お名前も住んでる場所も教えていただきました。本当にありがとうございます。もうこんな時間。美佐子さん、ごちそうさま。あら、もうお帰りな。ええ、オレンジジュース美味しかった。また来てくださいね。ここにおか。いいですよ、龍之介くんの。そうはいきません、ちゃんとお支払いしな。龍之介くん、ぼーっとして。それじゃ。あずみさんと仲良くなれるかな。なかなか手強そうだけどな。イベント発生のために別の町に移動し。痛い、誰かとぶつかったな。ごめんなさい、急いでたから。いけない、バスに乗り遅れちゃうわ。かわいいバスガイドさんでした。そうだな、あのバスガイドさんともお知り合いにもなれるかな。この八曽駅から如月町へ移動します。如月町に何かあるんだな。そうですね、以前あの泣き虫のひろし君が欲しがっていたものを買いに行きます。そうなんだな、如月町の方が都会だから買い物にはぴったりだぜ。あら、如月町で遊んでいてばかりじゃダメです。とにかく3学期が始まるのを楽しみにしてますから。学校とは違う雰囲気だね、片桐先生。ホテルに用事があるんだな、先生。そうだね、ここの道を右に移動して。スタジオアルタイヤあたりに着きました。
ここでビデオを買うんだな。そうだよ、それにしてもビデオって時代を感じるね。まだこの時代 DVD とかなかったもんな。タッカー、コメントで変わるお姉さんがいい味を出していますね。マリア様来たー。マリア様、シャレも好きみたいだね。確かにな、本当に不思議な出来事だったな。ここには遊園地や映画館もあるみたいね。他の女の子の場合に利用するかもな。そして八曽駅に戻って、学校に。演劇部からサンタの衣装を借りるんだな。演劇部は校舎内にあります。夜遅くになるが大丈夫かな。そうなのです。マリサの心配は後で、大問題になります。ガバプレイしかしないウプ主らしいな。ここはもちろんカリルの選択肢を。口ではいろいろ言っているが、なんやかんやで優しいもんな。龍之介くん。そうだよねー。あれ龍之介、龍之介くん、僕は部室に用があったんだよ。なんだ、あれれ、龍之介くんってクラブに入ってた。龍之介くん、違うよ、その風呂敷。いいね。相変わらず変なやつだよな、よしきって。まあ悪く言わないの。あとここで大問題発生。 PM6 時以降は門が閉じられて外に出られなくなります。なんだって、どうするんだこれから。一つ方法があります。それは後で紹介いたします。そうなんだな。ここで時間を潰すってなったら大変だったぜ。でもその前に屋上に行きます。あああああ、私の変態力でこの世界のイメージを壊してやるわ。あら、ご挨拶ね。そんなこと言っていいの？この世界に住んでる女の子たちの情報をあなたにリークしてあげる。全てがとっておきの情報よ。ほら、聞きたくなってきたわね。私の情報を聞いて女の子とエッチをして、そして後悔すればいいんだわ。そう、自分の力で女の子とエッチしたことにならないから。それでもあなたは私の話を聞きたくなるわ。ほら、聞きたくなってくる。聞きたくなってくる。聞きたくなっ。ここでボツコさんが女の子の情報を教えてくれるんだな。誰の情報をリークしてほしいのかしら。そうよ、かなり貴重な情報よ。でもこれって狙って言ったわけじゃないよな。そうよ、本当偶然なのです。どうやって時間を潰そうかなと思っていたところなので。わかったわ、安住の情報をリークしてあげる。彼女と知り合ってるということはもう天童の覗きはどうでもいいことよね。でも知り合っただけじゃ彼女と深い関係になれないわよ。安住に坊やの家を知ってもらうこと、これが一番大事なことだわ。あ、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 ためになる話だったでしょ。あんたって本当に素直じゃないか、アキネ。なるほどな、ヒントをくれるんだな、おつこさん。もう終わってしまっていますが、ありがたいよね。そして屋上から一つ降りて、左の部屋に。そこに何か、あるんだな。この仙人様のおかげで、校舎から脱出することができます。
助かるな、本当に。1時間100円っていうのも良心的だし。結局14時間進めてもらいました。本当に感謝だな。仙人様には、夜の学校に行って、屋上でボツコさんに情報を聞いて、仙人様に時間を進めてもらうってのがゲームとしておすすめかもね。なるほどな。今回はウプ主のガバプレイも結果的に良かったな。無事校舎から出れました。そして安住さんのイベントで重要なクリスマスイブの夜、24日の PM6 時以降に保育園に一度発生いたします。やっぱりヒロシ君は来ていたんだな。保育園に。優しいよね、やっぱり。めっちゃ笑顔になったな。安住さんも、ヒロシ君のことが心配なので来てたみたいね。バレなかったかな。誰だ？サンタなら、愛のことはわかるな。愛だよ、愛。今晩は徹夜で、愛について語り合おう。サンタのくせに、困った人を助けないのか？愛する人にプレゼントを渡すこともでき、その上サンタにはみ、俺の愛の行方はどうなるんだ。この気持ち分かってくれ。その声は脱げ。脱がないとお前を相手に愛について語り合ってやるぞ。今日の俺はすごくかわいそうなんだぞ。しかしこうやって耐えることも愛だ。龍之介、サンタの衣装よ。今日はこのサンタを抱きしめて寝てやる。しかしいつの日か、あの人を抱きしめて寝るんだ。変な天童先生と出会ったな。愛とは思い続けることだ。ここでサンタの衣装を取り上げられたのがポイントね。そうなんだな。後でしっかりイベントをこなさなければ、天童先生と安住さんが。それは恐ろしいな。しっかりと攻略しないとな。ということで、そろそろこの動画も終わりが近づいてきました。高評価やチャンネル登録をお願いします。次回も安住さんをメインに攻略していきたいと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。またね。